木造の橋で架けられ、当時は船が通るたびに人力によって橋を開閉していました。昭和35年現在のように電動自動化されました。情熱の歌人与謝野晶子は祈祷して海鮮橋の開く時、黒雲動く天の橋たりと読んだ歌を残しています。今は神戸市に和田旋回橋、東京都に羽田稼働橋、富山県に生地中橋、大阪府には梅前大橋などがあり、この天の橋になって海鮮橋も数少ない旋回する橋の一つです。全長36メートル、可動部分27メートル、土台の橋桁を軸に90度回転します。お待たせいたしました。ご協力ありがとうございました。橋が元に戻ります。今しばらくお待ちください。混雑解消のため通行に際しては右側通行でのご協力をお願いいたします。本日は天の橋立にお越しくださいまして誠にありがとうございます。橋がだんだん終わったんです。Thank you.